ビラーニカビロニコは東京都で結成されたロックバンド。2009年1月東京にて結成。都内ライブハウスでの活動と路上ライブを並行して行う。2012年には絵本付きコンセプトアルバムベイロウントニコをリリース。2016年シアタープロレス東京主催のムガ伝承では大会テーマ曲としてセイレーンが採用されプロレスラー。 服部健太ケンタの入場曲として、ケンタウロスが使用された。シアタープロレス課長風月夢が伝承2では、生バンドとして登場。ドリー・ファンク・ジュニアの入場曲、スピニング・トー・ホールド、ドリーが好きな歌である、すき焼きを即興演奏した。その多元的な活動から、劇場型バンド、ドラマティック・シネマティックバンドと呼ばれる。2016年10月8日、 9日と開催された、熊本地震復興支援フェス、ライズアップアゲイン熊本さん M ディザスターリカバリーに参加。上記のようにベースレスバンドである。第7回棄戦、演劇音楽プロジェクト弦楽歌劇団、ビラーニカ名義で楽曲を題材にした演劇を開催。ありがとうございます。